実は高校の同級生である
このお二方と、日本調べ印刷における国内最大規模の高桑美術印刷さん、また石川県の学生と企業をつなげるといった活動をしている角間の広場さんからも、角間の広場さんと協力し N プロジェクトは活動をしております。そんな図としましてはこのようになっております。学生を中心に先ほどご紹介しました農家、酒蔵、また印刷会社、そして石川県からの支援もいただきながら、私たち N プロジェクトが全く新しい若者向けの日本酒を作りました。それがこちらのチクハ N です。先ほども動画にて見ていただきましたが、田植えから稲刈り、商品コンセプト、またパッケージデザイン、仕込み作業に至るまで全て学生たちが行いデザインをしました。今日はプレゼンの時間もあるので簡単にはなってしまいますが、私の方からこちらチクハ N の商品紹介をさせていただきます。まずチクハ N の名前に関してですが、角間酒造で作っている銘柄の名前、チクハ、竹の葉と書いてチクハと呼ぶんですけれども、そちらの名前をお借りし、また N プロジェクトの N を取ってチクハ N と名付けました。またデザインに関してですが、皆さんこちらの写真を見てボトルに今注目していただきたいんですけれども、なかなかパッと見て日本酒だって気づかれる方少ないんじゃないかなと思います。日本酒によくある古いイメージだったりとか、あと親父臭いといったイメージを払拭するような若い人たちに手に取ってもらいやすい、そんなデザインにしました。また、よく見ていただければ分かると思うんですけど、この N の文字が酒米がだんだんと精米をされていく、様子を表しています。また、こちらのラベルには私たちのプロジェクトカラーでもある青色を使い、こちらの青には学生たちの若者の青さだったり、能登の海の青といった意味が込められています。また肝心な味の方ですが、飲み口が柔らかく、後味はすっきりで、少しお米の味をしっかりと残した味にしました。また酒米には学生たちが自らの手で田植えをした500万石を使用し、若者の荒々しさと嬉しさをイメージして、生酒といたしました。実は後の懇親会で皆さんにも味わっていただこうと思っているので、よかったら楽しみにしていてください。いきなり完成したチクハ N を見ていただいたのは、どのようにこの日本酒ができたのか、完成までの過程を紹介していきたいと思います。まず昨年の5月に日本酒作りに使用する酒米の田植えを行い、9月に稲刈り、11月に精米作業を行いました。これらのお米作りは近町の夢村らで行いました。浦社長は水田環境特異地区といった環境のいい水田で無農薬の酒米作りを行っています。私たちの作った酒米ももちろん農薬や化学肥料を使わずに育てました。8月にターゲットとなる学生を中心に約80人にアンケートを行い、若者のニーズを調査することで味決定やパッケージデザインを参考としました。また12月には能登町の角間酒造で泊まり仕込み作業を行い、プラントや当事者たちと酒造りを行いました。また1月にはメンバーでブレンドしながら味を決定し、瓶詰め作業、ラベル貼りを行いました。プロジェクト全体のスケジュールはこのようになっています。 N プロジェクトは2014年3月に始動し、1期目である昨年の活動週に指導の会議を中心に主に日本酒の商品開発を行ってきました。また田植えや稲刈りといった作業の他にも、定期的に能登に行き稲の成長を見守ったり、能登伝統の祭りへの参加もしました。また11月には耕作放棄地の開墾作業を行い、1月は日本酒の完成披露宴として金沢、東京、能登の3カ所でレセプションパーティーも行いました。このように N プロジェクトは商品開発をはじめ様々な活動を行ってきました。私たちの活動がどのような成果を上げ、そしてどのように社会に貢献したかをご説明したいと思います。人、環境、経済の3つの分野に分けてご説明いたしますと、まず人への影響に関しては、先ほどもご紹介いたしましたように、日本酒の完成披露会を金沢、東京、能登の3会場で行いました。
に60人の方に私たちの作った祝杯を飲んでいただきました。また東京会場では、私たち県外の学生に N プロジェクトの活動をしてもらい、周知を、してもらうことで今後の新しいつながりを作り、今後の新しいさらなる活動の発展へとつなげることができました。また能登会場では、地元のお米農家の方や、N プロジェクトの耕作放棄地を貸していただいた方に祝杯を飲んでいただきました。こちらが、お披露目会で金沢と東京会場で行ったアンケートの結果です。ご覧になったら分かるように、9割の方が味についての感想としてとても良かった、良かったと答えてくださりました。また、日本酒のイメージがどう変わったかという、質問に対しては、大きく変わった、少し変わったといった回答が全体の3分の2を占めるといった結果になりました。またターゲット層である20代の学生を中心に、11月には日本酒の勉強会である20代からの日本酒というイベントを開催しました。このイベントでは日本酒に若者に慣れ親しんでもらうとともに、どのように日本酒ができるのか、その過程や歴史的背景を知ってもらうことにより、より日本酒に近づいてもらうような内容で行いました。参加者の中にはこのイベントで初めて日本酒を飲んだという方や留学生がいらっしゃり、日本酒の参加者同士の交流や日本酒のトークが聞くことができました。次に関連関しましては、里山再生と保全に取り組みました。特に僕たちで力を入れて取り組んだのが耕作放棄地の開墾です。去年の11月から今年の3月にかけて15年間放置されていた田んぼ約300坪を学生たちで開墾しました。開墾する前は人の世帯ほどある草木が生い茂っていて、本当にここが開墾できるのかというくらいの状況だったんですけれども、作業を重ねていって田んぼに戻して、無事先月、酒米500万石を学生たちで食べすることができました。また水田環境特定地区といった、無農薬栽培にこだわっていて、そういう中で水田の保護にも努めています。成果としましても、元会場の協会が終わった後に地主さんが5年の方からこの田んぼを使ってほしいと言われ、またその分酒米を増やすこともできました。また経済的成果として、生産本数である全部を発売前に予約のみで完売しました。とても嬉しいことに、現在でもどこで購入できるかとの声をたくさんいただいています。しかし来年の生産まで待ってもらっている状態です。反響は予想以上に大きく、海外や大手流通会社からも声がかかり、今年は昨年の3倍である3000本を生産し、さらなる販路の拡大を見込んでいます。このような私たちの活動は各メディアから注目をしていただき、全国紙、地方紙、地方情報紙などから数回にわたり取材をしていただきました。またラジオや地元のテレビ番組などにも出演しました。私たち N プロジェクトのターゲットが若者ということで、インターネットを通した広報活動にも力を入れておりまして、3つの日本酒ウェブメディアでの記事の執筆、 Twitter、Facebook、またウェブページでの積極的な情報発信も全て合わせまして、私たちがちょっと終える数なんですけれども、総リーチが約30万人を超えることができました。実際に地区ハイヌの生産本数はそこまで多くなかったため、実際に飲んでいただけた方っていうのはそこまで多くなかったんですけれども、広報活動によりその何百倍もの方たちに私たちの活動をお伝えすることができました。以上のように背景に物語のある高い価値を持つ商品を通して、能登農業日本酒の活性化を図ってきました。学生が地元の農家酒蔵とコラボレーションをし、化学反応を起こし、筑波 N という新たな商品を生み出しました。このような私たちの一連の活動は、ものづくりの新しい在り方の提案にもなったと言えると思います。では現在の活動と今後の展望に関してお話しさせていただきます。日本酒の増産に伴う酒米の生産量増加に際して、耕作放棄地を有効に活用することで、
里山の風景の保全と再生につなげます。また大手流通会社と協力し販路を拡大することにより鹿尾県内を中心に地区配布という商品の形で私たちの思いをより多くの人に届けることに届けます。また N プロジェクト2期目の方針といたしまして、さらなる広報活動情報発信を強化させ、能登農業日本酒の活性化を目指していきます。そして同世代の目線で若者に能登当時農業酒造りといった能登地域に根付く文化を伝承、継承していきます。最後になりますが、 N プロジェクトが課題として挙げている人口減少や過疎化、高齢化、少子高齢化などは日本の地方のどこにでもある問題ですし、若者が伝統的な文化から離れていってしまっているという状況は日本酒に限らず起きていることです。今私たちは能登農業日本酒の3つの N として銘打って活動していますが、私たちの活動が広がり多くの人に影響を及ぼすことで、最終的には4つ目の N として日本を盛り上げるということが私たちの願いです。以上でプレゼンセッションを終わらせていただきます。ありがとうございました。審査員の方、ご質問のある方の挙手をお願いいたします。プレゼンお疲れ様でした。大変素晴らしい企画で、少し驚いているというか、いいなと思っているところなんですけれども、今大学生プロデューサーデザインであったり SNS 等での、発信、などのこうアイデアを満載で動いているんですけれども、これらの取り組みに対して、各企業さんですよね、そういったところでもどういった取引関係、例えばそれに対しての対価としてマージンをもらっているとか、もしくはデザイン費をいただいているとか、そういった部分の数値的な、仕組みですね、その辺の部分が知りたいと、それによってどうこれからこのプロジェクトをそれ持続させていくかというところですね。皆さんがこの企画に携わり続けるという部分での考え、その辺をお聞かせください。ご質問いただきありがとうございます。まず一つ目にご指摘がありました、どのようなお金の流れになっているかということなんですけども、基本的に僕らこのプロジェクトに対しての報酬といったものは受け取っていません。活動していく中で、例えばプロジェクトの中で名刺が欲しい、そういった場合に対して、じゃあ構成報告書を開墾するときも、1時間あたりいくらっていうものが支給されていて、そういう中で作っていますので、僕らは完全にボランティアとして活動させていただいています。でまたお金の流れに関しましては各企業様の方に流れている。で石川県の購入いただいているということなんですけども、県の里山ファンドという助成金をいただいていまして、2年間で200万円活動させていただいています。で2つ目はこれがどう持続させていくのかということなんですけれども、これにつきましては学生たち、特に石川県の方でも結構学生の数がありがたい声で好評を得ていまして、僕も参加してみたいんですとか、結構県外の学生たちが多いんですけれども、実際に地域に入っていくことで本当ももちろん好きになってくれたんですけど、それ以上に自分の地元にどういう文化があるのか、そういうことに興味を持ってくれて、やっぱりそういう人材が生まれてくるということは、これからもだんだん大事になっていくのかなというふうに思っていますし、その中でも情報発信の大切さと伝えていくのかということを重点に置いて、活動していきたいなというふうには考えています。ありがとうございます。プレゼンテーションありがとうございました。日本酒を PR する活動は、例えば石川県それらの活動と皆さんの違いとか、そのあたりを説明します。石川県内では、
イベントとか、その石川県で日本酒 の、 あの町おこしとかを、まあ、した PR しているという活動があるんですけど、そこの N プロジェクトの差別化できるところといたしましては、やっぱり学生が一から、関わっていて、同世代の目線で学生が若者に向けて、発信しているって、プロデュースし発信しているっていう点が大きくやっぱり違うところかなと思います。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。挙手をお願いいたします。4チーム目、金沢美術工芸大学の皆さんでした。ありがとうございました。